あ、助かった。お、ひっぺくん、それは何ですか？ココナッツです。お、ココナッツね。今日は、うん、ココナッツをマップナッツに投げて割って、うん、なんか削って中身の白いものを、そうやな、なんか乾燥させて隅にあげるの。ちょっと食べれるか調べて、人間も食べたり隅も食べたりできたらいいね。うん、俺的には、あ、俺的にはここ、あ、そこの角を狙うんやな。そこの角にぶつけるのね。オッケー、いくよ。うん、うわー、割れた、マジで。持って折れた。あ、ズボン濡れちゃうよ。いっか、まだもう一回やってみるわ。うん、オッケーオッケー、すごいね。うわー、ごめんなさい。ごめんな。できた、できた、できた。割れた、割れた。中身こんな感じです。すごい。まず一つ割れましたね。ねえ、キッペ、この方法誰に教えてもらったんやった？なんかね、うん、なんかテレビで教えてもらった。テレビでやっとったんや。うん、うわぁ。すごい、ちょ、見せて、こっち。こんな感じになりました。ちょっと取ってみよう。これどう？あ、すごいね、厚みが結構あるね。1センチくらいあるね。これあれね。で、白い部分は結構か…え、ちょっと、キペ、スプーン持ってきて。ちょっとほじくって一回試食してみよう。スプーン持ってきた。これだね。そんな硬いんや。あれやな、削る系やね、これ。皮をさ、剥いてさ、まだ。ちょっとお母さんやってみようか。なんかさ、あれ、うん、ミックス硬い。よし、オッケー。ちょっと待って、削り取っていく感じか。あ、削れるわ。なら食べてみます。早速試食。食べます。うん、ちょっと待って、おー、分かった分かった、オッケー。どう？なんか、うん、コリコリとシャキシャキが混ざっとる。味は？うん、美味しい。甘い？ジュースの方とどっちが美味しい？こっちかな。あ、身の方が美味しい。次はどうするのかな？うん、調べたらどういう風やったっけ？調べたら、うん、サランダップをなんか、これをなんかココナッツにサランラップしてどうするんやったっけ。こうなっちゃったけど大丈夫。頑張って。頑張る。レンジで750W のレンジで2分。ちょっと待って。できとる？できてないな。できとるよね。それ違うな。できたよ、ほら。ちょこれは、まあこれでもやってみるか。こうやで、見とって。焦る。これをこうして持って、あれ、いや、破れた。自分もダメじゃないか。こうして裏からやった方がいいんじゃない？違う違う、裏やる必要ないもん。こうくるっと CM でやってるやん。で、うん、で、ここ押さえて、で、キュッ、手首をキュッ、違うで、こっちに。あ、そういう意味か。そういう意味。ちょっとこっちの方かな。できた。オッケー。あ、ダメだ、もういいよ。ダメだ、ダメだ、もういいよ。もう一回やり直ししたら大丈夫。大丈夫、これあれやで。オッケー。一応できたで。オッケー。あ、ダメだ。オッケー。じゃあ最後、上手にできるかな。くるできるかな。あと、まあ、一個か。ちょっと若干取り損ねましたけど。ここ破れちゃった。まあ破れたやつももしかしたらそれでもいいかもしれんで。実験的で。一応ちょっとだけ。お、貴重面な一面。お、コツ掴んだね。オッケー。じゃあちょっと待って、お皿に乗せて。全部お皿乗せてよ。よいしょ。
次行ってみよう。では早速焼いていきましょう。やっていきましょう。よいしょ。不思議な力でここに秒で持ってきました。そう。あ、それで最初に。そう、それを入れます。キペ君は T シャツが今日は前足と反対ですね。マニュアルですか？マニュアルにして700ワット、750やけど、それ800しかない。800ワットにして2分やね。うん、そうやね。いっぱい入っててちょっと様子見ながらやろ。他のやつお願いします。視聴者さんも飽きちゃいます。終わっちゃう。ポンポン。くそ、ここでやられてしまうのか。そうだ、奥義レピコク。ドーン。どうかな。まだ9 8 3 2 1。はい、終わりました。終わっちゃう。熱くない？じゃあ一回こっち台に置いて、ちょっとスプーンでやってみます。うん。一回。柔らかそうなんか。本当？どう？うわ、湯気出てるね。熱い？全然。フォークとかは？うわ、硬いかも。でもさっきよりは柔らかい。あ、あ、全然刺さるわ。どうやってやるんだろうね。え、ちょっと先生に聞いてみますか？先生に。わかんないことは YouTube で調べましょう。わかったね。わかりましたか？まずはスプーンを使って、果肉と殻を分けていきます。果肉って、果肉っていうのはこの白いところやな、この身で。あ、ならこれでまず削る、うん、削るっていうかね、なんか綺麗に取れるみたいだよ。これもしかしたらもうちょっとやった方がいいのかな。あと1本やってみる。あと1本やってみようか。あ、でもいけそう。またこれフォークやりやすい。横にやったらいいかも。横でやったらいいかも。てかやっぱもうちょっとあったら、もうちょっとあの人簡単そうにやってた。足りない時間が。あ、いいよ、これサランラップまだ使えそうよ。リサイクルしていきましょう。これ足りんね。これ足りんね。これ足りんね。あ、もしかしたら、あ、足りたー。足りたー。じゃあまたお皿に直されて。あ、割れた。あ、いいわいいわ。まあ、細かいことは言わんとやりましょう。カウントダウンお願いします。10秒でございます。6、5、できたー。よいしょ。熱そうやな。熱そうやね。これ小さい方やるわ。あ、意外とやったわ。ん？意外と熱くなかった。意外と熱くなかった。なんかなかなかあの人みたいに参考にさせてもらった YouTuber さんのようにはできないね。あれ、ヤシの実なんじゃない。いや、一緒やから。あ、痛い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 っちか、熱い。おー、怖い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 。包丁みたいな音したよ、今。うわ、硬っ。あ、結構いけるようになってきたかも。ほんと、あんたさ、これがめっ、あ、大丈夫？大丈夫？
痛い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 。ヤシの実を、ヤシの実を食べるって結構大変だぞ。なんであの人は何か、これテコの力、いやー痛い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 。カンちゃんやってみる？硬いよ。包丁でやったの？え、怖いやん。確かに。ミスった時がやばいよこれ。いた。めっちゃあそこ滑る。普通に掴んできたかもしれん。あ、ちょっと待って、これできる。あ、しょ。え、マジで？うん。あ、ちょちょちょ、熱っ。え、まず中に入れる？でもこのね、多分この薄い茶色いところと切ってみて。うん。多分ここの間であの人やっとったでね。あ、そう。あ、いけるわ。そうや。入れる場所が間違えとった。いける。よいしょ。入れれないけど。え？皆さんももしココナッツを食べるときは、この薄皮と殻の間に。やってみて。フォークをこうやって刺すと、あ、スプーンか、刺すといい、いいみたいです。え、やってみて。これやっちゃう、やってみ。はい。ちょっと待って、この丸いスプーン。あ、本当だ、本当だ。でも力いるよ。あとちょっとそれ熱いっすから、そのココナッツ。あ、結構やばい。お、いけるね。なんかこの薄皮に入れないかね。むずいね、これ。しかしむずい。皮少しだけ入れた。よいしょ。結構いい感じ。お母さんちょっと思い切りやっていくわ。キピは結構こういうのあれやな、粘り強く頑張るタイプやな。お、いきますよ。お、いい感じ、いい感じ。そんな感じよ。お母さんはそんな感じ。あ、結構いい。見えてるか。あ、これもう素手でできるかもしれない。少しだけ熱いけど。どう？苦戦してます。苦戦してますか？でも匂いが結構いい匂いやね。おー、できた。マジか。カラン、カラと身が分かりました。あ、あ、これヤシの実のこれさ、こっち綺麗に取るからすぐじゃん。おいよ、これスミのお家にできるんじゃない？工夫したら。あ、確かに。ね。スミかじりそうじゃない？スミ。じゃあこれ後ろでチンしてみるわ。チン。これはまだね、いや、あのレンジでまだチンしてないココナッツです。ちゃんとココナッツをスムーズにやりたかったら、ちょっと私たちじゃない動画でやってもらった方がスムーズにできるかもしれないです。でもうちらもそれ、その YouTube 見てスムーズに切れないでちょっとわからんけど。でもココナッツの種類が違うんじゃない？ああ、そういうのもあるかもしれんね。大丈夫です、だいぶ切れ。これちょっと作業しやすいんちゃう？あっ、すごいすごい、めちゃめちゃ取れました。殻がちっちゃい、キッペが頑張ってます。やったー、取れたよーって。でも裏だ。うん、でもこの茶色いところは後でピーラーで剥くんやね。そうだ、ちょっとこういうさ、先にやっとけばいいんだよ。そうだ、そうだな、そこでやってみようか。ゆうと、うちんちは赤いピーラーです。マジでめちゃめちゃ硬いぞ、これ。お、いい感じ、いい感じ。綺麗な手だね。洗ってみるわ。洗ってみて。いや、なんかだいぶ体力奪われるこれ。まあいいじゃん、ゴールデンウィークの。まあ寝ればいいで。そうやな、今日は早くお休みさせてもらいますので。休憩なしで頑張ってきたキッペ。二つ目できた、やったや。食べてみ、足痛いよう頑張ってる。食べてみるわ。ぐっちゃん一回やってみて。マジで、マジでめちゃめちゃ力いるで。この隙間にガッて入れて。で、これ最終的にどうするの？これを、これを全部剥がすんやん、こうやって。あ、オッケー。
どう？たぶんお味は。うん。まだこれに醤油つけたらうまいかも。あ、そうそうそう。それで書いてあったね。でもそれはヤングココナッツの方やったかな。ね。お口の中で醤油とココナッツを合体させてみて、どう？お母さん、このちっちゃいかけらを食べてみるね。あ、醤油つく。食べる？これ一緒に食べてみよう。せーので、あーん、うまい。うん、お、むちゃん、さすが、すごいじゃん。雑やけどさすが男子。どうした？座ったら気持ちいい。ずっと座っとったね。そうやな。やっぱりうまいよ、ココナッツ。スミの家がもうすぐココナッツハウスになるかもしれんね。皮を剥き始めて約1時間。はい、これをとりあえず私は終わらせたい。あ、なんかこっちはめちゃくちゃ、これは柔らかいよ、なんか。できました。いっぺー頑張ったね。じゃあまたこれを薄切りにして、そういうだけで薄切りにして、あとどうするかちょっと分かんないんで、また結構ひなぐるな、まとめます。下処理したココナッツは後日ココナッツミルクに。その様子はまた次の動画で。このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりとした日常をアップします。動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見てよかったという人はぜひグッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどお気軽にメッセージいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。